フーグリー川は、インドの西ベンガル州を流れる河川。ガンジス川の派川であり、デルタ地帯の最も西側を流れる大きな分流である。フーグリー川、フーグリー川とも表記。インド東部、西ベンガル州北部にあるジャンギプルの北部で、ガンジス川右岸から分流し、南へ流れる。上流で、バハランプル、中流で、フーグリーチュンチュラ、シャンデルナゴル。 バートパーラなどの商工業都市を通り、インド東部最大の都市であるコルカタと、その対岸に位置するハウラーの間を抜ける。さらに南下して、下流でダーモーダル川、ルプナラヤム川の二大支流を合わせ、ベンガル湾に注ぐ。上流部は、バーギラティ川と呼ばれる。この川とガンジス川の分流地点が、ガンジスデルタの起点であり、分流したガンジス川本流はやがてブラマプトラ川と合流し、 パドマ川と呼ばれる区間となる。デルタ地帯にはガンジス川の葉川が大小無数存在するが、その中で最も西に位置するフーグリー川は、16世紀から18世紀まではガンジス川の本流であったと考えられている。その後の西高東帝の地盤運動により本流は次第に東方へ移り、現在のバングラデシュに存在するパドマ川及びメグナ川の河口となった。 古くからインド内陸への周運に使われ、タムルクやコルカタといった港町が発展。特に1686年にイギリスがコルカタに召喚を築いて、以降は優れた加工として知られるようになり、16世紀前半から川に沿ってオランダ、イギリス、フランスによる進出が進み、同時に工業化が進んだ。プラッシーの戦いの後、 イギリスは1773年にフーグリー川の右岸にウィリアム要塞を築いて植民地支配の拠点とし、イギリス東インド会社の本社をコルカタに設置した。現在もコルカタから上流5 0トルにわたる両岸はインド屈指の主要工業地帯で、囚人口の約半数がこの地域に集中する。綿花、重とゴム製品。 化学製品などの工場が集中し、農地では稲作が盛んである。下流部でダーモーダル川、ルプナラヤン川が合流すると川幅が広がり、10km 以上となる。河口がベンガル湾に向かって大きく開いている三角港であるために、潮積の影響を受けやすく津波が見られる、漢字岡線である。河口にはサーガル島がある。コルカタは、 川口から約 140km の位置に存在し、ここまで外洋線の航行が可能であるが、フーグリー川は季節により、水量の変化が大きく、洪水時には土砂が堆積したり流路が変わるなど、自然の影響を強く受け、特に家庭に堆積したシルトによる港湾機能の低下は、時代の経過とと,ともに大きな問題となっていた。そのため1974年に、インド政府により、 ガンジスガートの分離手により、上流にファラッカゼキが設けられ、フーグリー川の流量を安定させ、航路を確保する事業が行われた。また、1975年にはより河口に近く、水深のあるハルディアに近代的設備を持つ大型港を建設し、新たな物流拠点として整備が進められた。コルカタ付近の川幅は500メートルから800メートルほどで、 産業の中心であるコルカタと鉄道の起点であるハウラーの間に架かる橋は1980年代まではハウラー橋が唯一であった。その後は上流と下流に新たな橋が設置されている。住民向けの交通機関としては渡し船も存在する。川岸は住民や観光客にとって憩いの地であると同時に目浴が行われるなどガンジス川の一部として 神聖な地と申される、上流から記載、ありがとうございます。